俺はクルースニク、歌舞伎町学園の教師だ。伝説のヴァンパイアハンターを探してる？さあ、人違いじゃないかね。蛇の道は蛇、ならば吸血鬼には吸血鬼。ヴァンパイアを追うヴァンパイアがかつていた。同族狩りで手を血に染めた薄汚い殺し屋の話だ。昔の俺の家業よが、教師ってのは楽じゃない。やかましい生徒たちが手ばかりやかす毎日だ。だが俺はこの生活をどうにも気に入ったらしい。さあ行こうか。今日も夜回り先生のお時間だ。大間が時の歌舞伎町は鬼がうろつく町だから、生徒たちが危ない目に遭わないようにな。戦場を渡り歩いた伝説のヴァンパイアハンター。さあ知らないな。誰かと間違えてるんだろう。ここにいるのはうだつの上がらん一教師だぜ。本当に恐ろしい敵とは、自分の手の内を中の中まで知り尽くした同族たちのことなのだ。いつかその時が来たら、俺の言葉を思い出せ。あの年代の子が何を考えてるかなんて、俺にはさっぱりわからんが、ああ、それでも可愛い、俺の生徒だ。例えばこの町には夜に学ぶ生徒たちが大勢いる。どんな事情が、過去があっても、どこかにきっと今のお前を受け入れる場所があるのだろうぜ。ああ、驚いたろう。俺の体が傷だらけでな。昔、いろいろあったのさ。お前が大人になった頃を、いつか話してやるかもだ。かつて忌まれた白い吸血鬼の血にかけて、俺はここに、お前へ誓おう。いつか報いを受けるその日まで、愛し抜いてみせる、とな。それでは、特別授業を開始する。テロリストとの戦い方、だ。同族の血で汚れた俺が先生か。まったく、悪い冗談だ。くらえ！まだまだ！にゃあ！銀の刃と銃弾をその身にたっぷり浴びてゆけ！クラッとベテロビニアック！伝説のヴァンパイアハンターかって？さあな、きっと人違いだろ。俺はしがない学園教師さ。同族狩りの報いがこれか。俺の生徒ども、強く、強く生きろよ。取引はこちらの路地で行おう。さあ、何が欲しい？鬼の血か？それとも、裏の世界の入場証か？やめておけ。こちらに来るにはまだ若すぎる。さて、もうすぐこの街の夜も明けるだろう。お疲れ様だ。そして、教師として言っとくぜ。生徒はとっくにお眠の時間だ。やれやれ、今日も夜の街が騒がしいことだ。見回りだって決して楽じゃないんだが、生徒たちの危険を見過ごすわけにもいくまいさ。
東京放課後サモナーズ。さて、校内に侵入してきたテロリスト諸君、このクルース肉が特別授業をつけてやろう。